はい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 、メンデスとウレーニャ対談ですか。まあ正直妥当っちゃ妥当やし、まあね、これをまあ機にですね、ちょっと一回ジャイアンツの選手のまあ整理というか、まあ今どういう状況にあって、まあ何人ぐらいいて、どれぐらいの成績で、どれぐらいのまあ成長を見込めるのかみたいなところに関してね、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思っております。はい、てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。小山翔平ベースボールチャンネルはですね、元巨人の選手であった僕小山翔平がですね、まあジャイアンツの話題をまあ元選手ならではのね、視点で、お話しするという、まあ番組チャンネルでございます。はい、まあ今日はですね、まあメンデス、ウレーニャがね、対談したと、今季限りで対談すると帰国したというところで、まあちょっと、他の選手もちょっと見ていこうじゃないかみたいなところでね、終わらせていこうかなというふうに思ってます。はい、本題入る前にですね、少しね、ちょっと、告知させてください。今年中にね、チャンネル登録数5万人。500人違うよ。5万人をね、今目指しておりますんで、まだの方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録ポチッと、よろしくお願いします。すいません、ちょっと多分顔が、なんかむくんでるような感じしますけども、はい、ちょっとお話していきます。はい、今日はですね、まあ、メンデスとウレーニャがね、対談したというところですけども、まあ、正直ね、今、冒頭でも言いましたように、まあ、妥当かなというふうに思います。まあ、ウレーニャに関しても、もう、全然じゃないですか。上がってきたみたいな感じのところありましたし、まあ、メンデスに関してはね、僕はね、もう、ぶち切れたことあるんでね、試合解説の時に。うん。クソだったんでね、ピッチングが。うん。いつでしたっけ、初め中日戦かなんかで、良くなくて、落ちて、ダメでね、2軍に落ちて、んで、6枚目の先発決まらんなーって時に、1回上がってきて、で先発して、1回持たずに降板かなんかしたよね、確かね。1回なんかそんなのあったよね。僕も悪い記憶はね、抹消してるんですけど、頭の中からね。でもただ、僕が怒りを感じたっていうのをね、覚えてるので、そういったところで、まあ、この二人っていうのはね、まあ、今年、何やってんのおいっていうぐらいのね、ところだったと思います。まあ、成績見ても、まあ、メンデスに関しては2試合投げてて、まあ、0勝2敗。で、防御率何これと思ったんですけど、12.46。1試合投げたら12点取られる換算よ。えぐいね、これね。うん。で、ウレーニャに関しては、打率0割、0ホームラン。で、OPS125 となってます。うん。まあ、ほぼチャンスもなかったよね。あったけども、まあ、代打でちょいちょい出たりとかね、ありましたけど、まあ、大体ファーストフライやからね。うん。っていうところで、まあ、まあ、安倍監督は取っていいだけど、まあ、2軍の時にね、ジャイアンツにいた時に、初めにいた時に、まあ、結構活躍とかしたんで、その2軍でね、活躍、タイトル取ったりとかしてたんで、取ってないかな、大体もかなんか取ってたと思うんで、僕がいた時なんで、それね。だから、まあ良かったんで、その印象があって、まあ多分取ってきたと思うんですけど、まあ一部で全然使えないっていうところがあって、まあ首は妥当かなというふうに思います。で、こっからですね、ちょっとまあ他の外国人選手、まあ今どういった人がいて、まあどんな状況なのみたいなところをちょっとさらっとね、振り返っていきたいと思うんですけど、まあ今この二人が対談したんで、それ以外のところで言いますけども、まあまずピッチャーね、ピッチャー、グリフィン、うん、バルドナード、ケラ、いますね。うん。支配下のピッチャーで言うとね。で、野手で言ったら、まあ、ヘルナンデスと、まあ、モンテスがいるというところですね。支配下でいると。はい。まあ、僕の印象と、まあ、成績なんかもさらっと振り返っていきたいんですけど、まあ、グリフィンね。はい。まあ、19試合、まあ、6勝4敗、防御率 2.88 というところですね。まあ、グリフィンね、中抜けしましたよね。途中で抜けたりとかしましたけど、まあ、後半ね、非常に良かったと思うし、まあ、来年残ってほしいか残ってほしくないかっていうと、絶対残ってほしいですよね。はっきり言うとね。絶対残ってほしいですよね。うん、もう、なんかちょっと、左のエースとまでは言わないが、まあ、左のエースか。左のエースぐらい投げてたよね、最後の方ね。うん、っていうところで、非常にいいピッチャーだな、というふうに思います。で、まあ、バルドナードですね。バルドナード57試合、2勝3敗、25ホールド、9セーブ、防御率が 2.29。はい、バルちゃんもよく頑張ってくれました、今年ね。特に、序盤から中盤にかけてね、非常に体勢が抜けてる時にね、よくやってくれましたと。守護神なんかも務めてくれましたし、
非常に良かったんですけども、後半にかけて、ね、多分ちょっとバテてきたっていうのもあって、まあ、結構打たれる、打ち込まれるシーンをね、見ることが多かったですけども、まあでもまあ、総じて言うと非常に貢献してくれたと思うし、まあ来季、まあ残ってほしいか残ってほしくないかで言ったら、まあ残ってほしい、ですよね。うん、ただ、ちょっと少しバックアップというね、面で、まあ新しい外国人など、なんかも必要なんじゃないかなっていうところはね、中継ぎに関しては思いますね。はい。で、ケラーですけども、49試合、1勝2敗、19ホールド、1セーブ、防御率 1.64 っていうのになってますね。まあ、ケラーはどっちかというと劇場型というかね、結構ランナー出すんだけども、結局点はあんま取られないみたいなところがあるんで、結構、まあ、ヒヤヒヤするところはあるんですけども、まあ、特に後半なんかは非常に、調子良かったですし、非常に優勝の原動力というか、まあ勝利の方程式の一角を担ってくれたんじゃないかなって僕思うんですね。非常に、まあ荒れ球なんでね、ある程度真ん中構えてても、ある程度散らばるんで、バッター打ちにくいと思うんですね。フォームも豪快なんで、すごくこう、タイミングを取りにくいというか、球も力あるんで、結構難しいなっていうところは、相手は感じてるんじゃないかなと思うんで、非常に、まあいいピッチャー、だと僕は思います。よく取ったなというか、阪神がよく取ったなと思って、ね、良かったですね。で、野手に関しては、まあ、ヘルナンデス、言わずもがなというかね、まあ、2割9分より8ホームラン、OPS798 という、素晴らしいですよね。まあ、怪我が今あって、日本シリーズ間に合うんちゃうかみたいな感じでね、昨日も、なんか、公式球初めて打ちましたみたいな、記事もあったんで、非常に、これ日本シリーズマジで帰ってくるんちゃうかっていうフラグがね、結構立ってるかなと思います。はい、素晴らしいですね。残ってほしいですよね。絶対残ってほしいですよね、これね。はい。で、モンテス、2割8分6厘、1ホームラン、OPS739。この選手も素晴らしいですよね。まあ、ただ今ちょっと調子悪いというところで、まあ、フェニックス、長期でね、行く可能性が、まあ、高い選手の一人ですけども、まあ、打撃が戻ってくれればですね、まあ、レフテルの、まあ、CS であったり、日本シリーズの、出場もあると思いますし、まあ、ね、もともと途中加入ですし、まあ、ヘルナンデスもそうなんですけど、まあ、吉村さんも、吉村編成部長も、まあ、来季を見据えてというところで獲得したっていうふうなね、コメントもしてましたんで、まあ、来季、残るのは、まあ、確実かなというふうに思います。はい。で、まあ、育成なんか見てても、まあ、今年で言うとですね、ファン投手とか、まあ、ルシアの投手もいますよね。で、ティマ選手。で、この間取ったフルプ選手とかね。非常に、まあ、レベルの高いというか、バランスがいいというかね、ファン投手なんかは若いですし、まあ、ティマ選手もね、まあ、16歳から来て、非常に、徐々にいい成績というかね、2軍で今年も15本ホームランってるわけですから、っていうところで、非常にいい、形で、成長してるんちゃうかなと思うし、まあ、フルプ選手もね、僕はあまり活躍しないんちゃうかなっていうふうなお話をしましたけども、でもこの間もね、三軍、社会人との、練習試合かなっていうところで、まあ、レフトスタンドにホームラン打ってたりとか、まあ、そういったところもありますから、まあ、さすが代表の選手だったなというふうに思うし、まあ、うまくハマればですね、面白い選手、まあ、身体能力も高いですから、っていうところもあるんちゃうかなというふうに思うので、まあ、僕は結構ティマ選手がね、結構惜しいというか、面白いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あと、1年はかかるかなっていう感じ、まあ、来年1軍でっていう感じではないかなって、いい成績ではあったんですけど、もう1年1、2軍、1軍ぐらいでね、こう、やって、で、その次の年から一軍かなっていう感じはね、僕の中でちょうどあるんで、まあね、今外国人振り返ってきましたけども、まあ基本的に、まあ残ってほしい選手がね、ほとんどですし、まあ非常に、そういった意味ではですね、フロントというところは今年、とても優秀だったと思うし、現場と、そのフロント、その編成とかですよね、っていうところがうまく連携を取れてるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じで今日ちょっと、まあ、外国人選手についてお話していきましたけども、まあやはり優勝とか、まあいい成績を収めるためにはですね、まあ外国人の補強が、まあマストというか、うん、非常に大事になってくるというところでしたけども、今年の、まあ巨人はですね、途中入団で、モンデス、ヘルナデスみたいなね、神助っ人を2人獲得できるという前代未聞ですよね。前代未聞の、まあ編成がありまして、まあこれも、まあリーグ優勝、まあ日本一へのフラグというか、なんかその、なんかこう、うん、フラグのように思うので、そういったところで、まあこれからもですね、そういう、連携をしっかりしてね、いい外国人というかね、日本で活躍できそうなね、外国人を、まあしっかり獲得していってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わっておこうと思うんですけども、チャンネル登録ね、
何回も申し訳ないですけど、チャンネル登録者数5万人目指しますんで、チャンネル登録ポチ、高評価なんかもポチッと、なんか通知のボタンもあるみたいなんで、通知もポチッと押していただけると非常に嬉しく思います。これからも頑張ろうと思います。はい、そんな感じでね、今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。